五色塚古墳は、兵庫県神戸市たるみ区五色山にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財、神戸市指定有形文化財に指定されている。兵庫県では、最大規模の古墳で、4世紀末マイナス5、世紀初頭頃の築造と推定される。日本で最初に復元整備が行われた古墳として、知られる。 本校では、五色塚古墳の西側にある小壺古墳についても合わせて解説する。墳町から赤石海峡を望む兵庫県南部、神戸市西部の垂水丘陵南端部において、岩下に赤石海峡を対岸に淡路島を望む位置に築造された巨大前方公園墳である。古墳名の五色塚や千壺は江戸時代から見られる古墳で、五色塚の由来には、 諸説がありつまびらかでないが、千坪の由来は、噴球場の埴輪群によるという。古墳域は、戦前には、松林として保護されていたが、戦中に松は、油採取等に利用するため伐採され、戦後には、二十歳として開墾された。加えて、前方部前面には、山陽電鉄本線、JR 神戸線が引かれたほか、古墳周囲にも道路が敷かれたため、 集合等も改変を受けている。考古学的には、これまでに数字の発掘調査が実施されたほか、築造当時の姿へと復元整備も実施されており、日本では最初に復元整備が行われた古墳になる。墳形は前方五円形で前方部を南方に向ける。墳球は3段築成墳球長は194メートルを測るが、これは 兵庫県では最大規模になる。紛糾表面の角段には、筒藤埴輪列が巡らされるほか、角段斜面には、吹き石が吹かれる。特に埴輪は、水系2200本、吹き石は、水計223万個2784トンに、及び上段、中段の吹き石は、淡路島産とも判明している。紛糾周囲には、深い集合。 浅い外部就航が二重で巡らされており、郷内には、噴球くびれ部左右、公園部北東の3カ所に、方形の島城以降を有する。主体部の埋葬施設は明らかでないが、縦穴式石室の使用が推定される。この五色塚古墳は、噴景、出土埴庭から、古墳時代中期の4世紀末マイナス5、世紀初頭頃の築造と推定される。 被装者は明らかでないが、赤市海峡やその周辺を支配した豪族主張と推測される。仙台球児本義などには、4世紀末から5世紀、初頭に在位したとされる王神天皇の時代に、赤市国像が任命されたと伝わる。特に、築像に際して、赤市海峡対岸の淡路島から多量の石が運ばれたという事実は、日本初期。 神宮皇后期の記事と対応するものとして注目され、これより、被装者の支配領域は、淡路島まで及ぶとする説もある。実際に、淡路国像が設置されたのは五世紀前半に在位したとされる、仁徳天皇の時代からとされる。また、当時としては、山東県の大王母に匹敵する規模の古墳になるが、一体は、赤石海峡を抑える要衝である一 一方で、巨大古墳を築造できるだけの経済基盤のない地域であることから、築造に際しては、大和王県中枢からの強い関与が推測される。加えて、当時は、大和王県の大応募が大和から河内へと移行する時期にもなるため、大和王県中枢の変動との相関を想定する説もある。古墳域は、1921年に、 骨ツ古墳の古墳域と合わせて国の史跡に指定された。2012年には出土品が国の重要文化財に指定されている。五色塚古墳の空中写真五色塚古墳の公園部左側に骨ツ古墳。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。古墳の規模は次の通り。先量産古墳殿。 ヒバス姫イの治療。五色塚古墳の墳形は、先量産古墳とほぼ同一規格とされる。墳球の形成は、下段では、地山の削り出しに、中段、上段では森土による。墳球の高さは、首部東側の豪邸を基準とした場合に、後円部で18.8メートル、前方部先端で13.0メートルを測る。この墳形の規格は、 奈良の先漁山古墳とほぼ同一とされる。先漁山形古墳と掃除系の前方後円墳は、機内を取り囲むように分布することから、築造当時に、機内性的な領域支配が存在したとする説がある。墳丘周囲には、鍵穴形と見られる集合が巡らされている。前方部前面には、山陽電鉄本線、JR 神戸線が通過し、墳丘周囲には、 道路が敷かれているため集合の全体像は明らかでないが、元来の集合は紛糾を全集すると推測される。この集合の前方部南側では通路上以降も検出されている。また公園部側では集合のさらに外側に集合も巡らされている。この集合は西側で小壺古墳の集合外側へと沿うように変形するが、これが 五色塚古墳、小墓古墳の同時築造を示すものか、いずれかが後に築造された際に溝に変形を加えたものかは定かでない。集合内では、墳球の首レブ左右、公園部北東の3カ所に、方形の島状以降が認められている。首レブ左右の島状以降は一辺20メートル。公園部北東の島状以降では、円筒派には質疑及び副葬品が出土している。 これらの島城移行の用途は明らかでないが、一説に、くびれ部の移行は、祭壇、公園部北東の移行は倍長と推測される。付近市、はにわ紛表面では、墳長、テラスの各段に、円筒埴輪列が巡らされる。埴輪列は10メートルに18本程度とし、ひれつけ円筒埴輪わ5から6本に1本の割合で、ひれつけ朝、顔形埴輪が、 いずれもヒレを紛糾と平行に置かれる。各段径30に巡らされる埴輪の総数は2200本程度と推計される。検出された埴輪は全て黒縁を有する。またヒレ付け遠藤埴輪は4条突体5段構成、5条突体6段構成の2型で、高さはそれぞれ 100cm114cm と異なるが、突体間隔は 約17.5センチメートルと共通する。なお、同様の埴輪列は一部の集合外定でも見つかっている。近年の復元整備に際しては、これらの埴輪は、公園部、前方部ともにレプリカを置く形で再現されている。なお、五色塚古墳の円筒埴輪と同様の埴輪は、西隣の小壺古墳のほか、宇時期三刀古墳、宇時期三世古墳、 舞子浜遺石、平塚古墳でも検出されている。墳球各段の斜面には、吹き石が吹かれる。石一つの大きさは、上段、中段のもので、直径15から30センチメートル、下段のもので、直径5から10センチメートルを測る。数、重量は、上段、中段では1平方メートルあたり平均約70個、約220キログラム。 下段では1平方メートルあたり平均約240個、約80キログラムで、古墳全体としては223万3500個2784トンにも達する。石材は上段、中段では主に半霊岩で、地質学的には赤石海峡大岩の淡路島北東岩山と推定される。下段では主にチャート、軽石で古墳付近の海岸。 河川さんと推定される。日本初期、神宮皇后期の記事では、淡路島の石を運んで、赤石に三捧木を築いたとする伝承が記されており、上の事実は、その伝承を裏付けるものとして注目される。近年の復元整備に際しては、前方部の吹石は出土した石を利用し、後円部の吹石は新たに入れた石を利用することで、再現されている。埋葬施設は、 調査が実施されておらず、明らかでない。復元整備前の墳糾公園部において、結晶変岩の湿度が見られたことから、縦穴式積室が存在するものと推測されるが、つまびらかでない。文献上では、ハリマ館が赤式から引用して、本古墳について、石管炉と記すことから、石管が使用されたと推測する説がある。これについて、近年の発掘調査、 復元整備報告書では、この、石管炉は、実際には、縦穴式石閣の一部の露出を指したものであって、時代的には、先竹形木管が埋納されている、可能性が高いと推測する。いずれにしても、調査時点で石管の露出や、それに伴う格乱は認められておらず、詳細は明らかでない。なお、日本初期、神宮皇后期の記事では意外を伴わない。 偽量が赤石に気づかれたとするが、考古学的には本古墳が古墳時代の人物の墓であることは確実とされる。出土埴輪神戸市埋蔵文化財センター展示。五色塚古墳からの出土品としては、前述の遠筒埴輪群が代表的なものとして知られる。埴輪は,は総数2200本と推計されるうち600本が採集されている。 特に最終埴庭のうちヒレけ円筒埴輪庭42点、ひれつけ朝顔形刃庭3点、円筒刃庭3点の計48点は前景が復元されており、国の重要文化財に指定されている。その他、紛糾では二形刃庭、縦型埴庭などの継承埴庭が、公園部北東の島城以降では、ひれつけ円筒刃庭棺及び副葬品の弾き壺が、 公園部分町では弾きが、西側区ビレブでは、小持間が玉が出土している。継承埴庭の残血や土器、土製品は、前述の国の重要文化財に、不指定として指定されている。以上の出土品の多くは、神戸市埋蔵文化財センターで保管される。小坪古墳は、五色塚古墳の西にある古墳。形状は円墳。五色塚古墳と合わせて、 国の史跡に指定され、出土品は神戸市指定有形文化財に指定されている。古墳名の小壺は五色塚古墳の別称、千墓との対比とされる。墳球は二段築成。下段直径は70メートル、上段直径は43メートル、墳長高さは約8.5メートルを測り、円墳としては茶すり山古墳に次ぐ兵庫県第二位の規模になる。 ただし、紛糾が周辺道路の下まで及ぶため、現在は元来の2段では復元されず、盛り土をして1段に成形して保護されている。紛糾表面では各段に、歯輪列が検出されているが、五色塚古墳と異なり吹き石は吹かれていない。また、紛糾周囲には集合が巡らされており、集合内では、紛糾北側で、通路上移行も認められている。 出土品としては、円筒派庭、朝顔形埴庭のほか、継承埴庭がある。この小坪古墳は、五色塚古墳と、同時期の四世紀末マイナス五世紀初頭頃の築造と推定されるが、五色塚古墳との築造年代の前後は明らかでない。なお文献によれば、かつて五色塚古墳の周囲には、小坪古墳の他にも、夕女塚、小塚、四筒塚、 7つつか、東側倍町と称される古墳が存在したとされる。古式塚古墳に関しては、日本初期、神宮皇后折衝元年2月上が関連記事として知られる。道場によれば、白木政党から戻った神宮皇后が、政党前に放御した中愛天皇の意外及び、本田分けの尊を伴って、大和に戻る際、 ザカミコとオシクマ王子が次の行為が、本田脇ワ村に決まることを恐れて、皇后軍を迎撃しようとした。続けて、として、両王子が、中愛天皇の御笹の造営のためと偽り、淡路島まで船を渡しその石を運んで、赤石に陣地を構築したとする。この伝承について、赤石の海沿いで、両と呼べる規模の古墳は、五色塚古墳のみであることから、古くより五色塚古墳が、 この赤石の産量に否定されている。上の伝承に関連する記事として、ハリマ国風土器過去群、大国座城にも、沖永大姫命が、大中西命の埋葬の際に、佐野帰国の羽に悪石を求めたとする伝承がある。なお、ハリマ国風土器では、赤石群場が欠落していることもあり、五色塚古墳自体に関する記述はない。所在地。 見学交通アクセス関連施設注車区出店骨簿、古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。